君たちがあまりにも大げさなリアクションを見せるもんだから、どんな宝物かと思いきや、見たところただのボロい笛だな。珍しくもない。南城市場のカエルのあやかしが売っている雑貨の方がよっぽどいい。こんなものはいらん。頭がおかしいのか？もらっても怒る、返しても怒る。もらってほしいのか欲しくないのか、どっちなんだ？この笛が気に入らないというのでしたら、他のものをご用意します。何が欲しいですか？笛を受け取った瞬間から取引はもう成立している。その毛深い馬は約束通り直してやるよ。俺のものは俺が好きにする。そのボロい笛はもう捨てたんだ。誰が拾おうと俺の知ったことじゃない。馬はここに置いていけ。引き取れるようになったら知らせが届く。ありがとうございます。歓迎。いい子にしてるんだよ。ここに残りたくない気持ちはわかる。でも彼にも彼なりのやり方があるだろうから、私たちは従わなければいけない。町であなたを待っているから、安心して療養しなさい。この真意は信用していい。あなたも人に迷惑をかけてはいけないよ。わかったね。他の用事がないならさっさと失せろ。君たちに突っ立っていられると畑に刺された臭い木の杭に見えてくる。おいおいおい、まだ俺が残ってる。また君か。この口うるさい空想の若は君が連れ込んだんだな。これだから厄介事はごめんなんだ。ああ、だがそいつの身に俺が欲しいものはない。空想の若、そいつの名前を知ってるか？鈍色蛇だ。一日十二時辰ずっと物を食っている。食っては寝て、起きればまた食う。毎日をダラダラと過ごし、そいつの二人の子供は父親に面倒を見てもらったこともない。そんな奴がこの世に残って何になる？そいつがいなくなれば食料の浪費だって少しは減るんじゃないのか？はい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 、変わります。君が信じようと俺は信じない。そいつが丸々3ヶ月間何も食べず、3ヶ月間の食費を全て俺に渡すというなら考えてやってもいいがな。それはあんまりだ。蛇は何も食べなくとも 3,4 ヶ月は死なない。知らなかったのか？俺は もう死んでやる！シュルシュルシュル！若様！若様！よかった。やっと出てきたよ。あとちょっとで乗り込もうとしてたんだ。無事で何よりじゃ。トソには会えたか？あれ、若様、どこ行くの？